ある日、犬の国から手紙が来て、この世界のどこかに犬の国というのがあって、そこでは亡くなった犬たちがみんな楽しく暮らしてるんだって。彼らは一度だけ生きてた時に大好きだった人に手紙を出せるんだって。それって本当かな？ありがとうございました。覚えているのは真っ暗な道を走ってたこと。さあ降りて。悪いな、もうお前を飼えないんだ。待て。いいぞ、そのままだ。行っちゃった。待ては知ってる。待てって言われたらよしって言われるまで動いちゃいけないんだ。頑張らなきゃ。頑張ってずっと待ってなきゃ。ここはどこだ？美味しそうな匂いがする。駐車場の掃除してきます。おー、おっきなワンちゃん、すごい。まるで花のようにパーって笑う女の子。どうしたの？それが僕と彼女との出会いだった。おっきいね。ちょっと待ってて。はい、チーズ食べなよ。あれ食べないの？水だけでも飲みなよ。茹でたてのお肉美味しいよ。あれ、どうした、風花？あ、お父さん、このワンちゃん全然食べないし。風花ちゃんって言うんだ。こりゃ捨てられたんだろうな。かわいそう。でもじゃあどうしてここから動かないの？待てとかいうやつで命令されてんだよ。一度飼い主が命令したらよしって言われるまでその場から動けないし、人から物をもらわないようしつけられているんだ。あ、待って。ピーちゃん。ん？うわっ！びっくりした。これからはピーちゃんって呼ぶね。だってほら、パーキングのとこにいるから。それ、ダサくない？かわいそうに、待てって言われたの？ひどいよね。そんなこと言って置き去りだなんて。ピーちゃん、この車のエンジン音、ご主人の車だ。褒めて、僕ずっと待ってたよ。違った、ご主人じゃない。ピーちゃん、大丈夫だよ、ピーちゃん。きっと来てくれるよ。だから、ほら、元気出して。風花ちゃん。ほっ、僕、頑張る。ほいいよ、いいよ。ほもう一丁。風花ちゃんは、明るくて、優しくて、いっぱい励ましてくれたけど、結局そのまま夜になった。ピーちゃん、もう真っ暗だよ。誰も来ないから家においでよ。ほら、最後のお客さんも帰っちゃったし。ピーちゃん、置いてかないで、ご主人、僕を連れてって。ピーちゃん、ピーちゃん、大丈夫？しっかりして、ピーちゃん。お願い、もう待てはおしまい。待ては、おしまい。ああ、やっとわかった。あれはさよならの意味だったんだ。僕は捨てられたんだ。お願い、飲んで。泣かせてしまった。花のように笑う女の子。あの日、風花ちゃんの涙を見て僕は思った。もう二度と風花ちゃんを泣かせない。
僕はそのために生きようと。ピーちゃん、すごっ。その日から僕はピーちゃんになった。夜は風花ちゃん家の玄関で寝て、朝は店の前で風花ちゃんを手伝ってからいつもの場所で過ごす。お客さんの相手だってできるんだ。あれ、お店まで案内してくれるの？まあ、お利口さんね。わっ。そんな僕のことが評判となって、お店は随分とお客が増えた。ピースケはうちの福の神だな。今度ご馳走してやらなきゃ。疲れてない？無理しちゃダメだよ。あ、僕は幸せだ。それでも、真っ暗な夜に目を覚ますと、幸せだったのは夢で、実はずっと木の下で待てをしてるんじゃないかって怖くなる。大丈夫、ピーちゃん。お腹痛いの？怖い夢見た？よかった。まるで太陽だ。彼女がいればそこは明るくて、僕はあったかい気持ちでいられる。うちの子とピーちゃんとで待て対決したいんですけど。ほら、鼻におやつ乗っけて我慢できた方の勝ちって。ごめんなさい、ピーちゃんは待てできないの。そうなんですか。一生分の待てはやったから、ピーちゃんはもう待たなくていいの。大好きだよ、風花ちゃん。いつしか真っ暗な夜も平気になって、前のご主人の顔も忘れてしまった。そして風花ちゃんと過ごした幸せな日々は夢のように過ぎ、僕は年老いて犬の国へ旅立つ時が来てしまった。ピーちゃん、しっかりして。かわいそうだが。ごめんね。もう泣かせないって決めてたのに、やっぱり泣かせちゃったね。ダメだよ。お願いだから、まだ行かないで。お別れなんてやだよ。一度だけ言わせて。待て。ありがとう。ごめんね。ずっとやってなかったから、僕は待てが下手くそになったみたい。お墓はここか。うん。ピーちゃん、犬の国に着いたかな。前の飼い主さんに手紙出せてるといいけど。手紙？前の飼い主なんかに書くわけないだろう。先に戻ってるぞ。ごめんね、ピーちゃん。私嘘ついてた。一生分やったから待ては言わないって言ってたけど、違うの。待てを言ったら、またここで前の飼い主さんを待つんじゃないかって怖かったの。もしもし。ピーちゃん様よりお手紙が届いております。このワンちゃん何者？私に手紙？はい。でもピーちゃんって前の飼い主さんがつけた名前じゃないのに。ああ、前の名前は忘れちゃったんだそうですよ。では確かにお渡ししました。失礼します。ピーちゃんからの手紙。風花ちゃんへ。ありがとう。あの日置き去りにされて一人ぼっちだった僕に、まるで太陽のような光をくれたね。いつの間にか僕はピーちゃんになっていました。ピーちゃんになってからの僕は幸せでした。だから風花ちゃんのいない犬の国で、きっとまた一人ぼっちで寂しく暮らすんだと思っていました。でもそれは違いました。だって目を閉じればいつもそこに花のように笑う風花ちゃんがいます。まるで日向のように僕の胸はあったかくなります。最後に待てって言ってくれたね。ありがとう。いつかまた会いたいな。風花ちゃんもそう思ってくれてるなら、僕は楽しみにその日をずっと待てします。絶対に会いに行くよ。
私がおばあちゃんになっても。追伸、大丈夫。僕本当は待つのが得意なんだよ。